僕もこれはチャンスだと思って、これは使わなきゃダメだと。2戦目から無理やりこうやって構えてるんですけどね。自信があるふりだけはしようと。自分のことが大嫌いだったんですよ。人に感動を与えられたことがすごく嬉しくて、昔の自分みたいな人間に勇気を与えられるような人間になりたいと思いますので。自分のこと嫌いでした。だから好きになりたかった。俺は何がしたいんだ、どうなりたいんだって必死に探して、僕にとっての勇気はなりたい自分になること。なりたい。中国武術東道拳の使い手瀬戸慎介選手入場。ありがとうございます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 。